遊んでみよう、遊んでみよう、作ってみよう。分かった。これかわいい。じゃん、梅田彩香のロケしてみよう。かわいくないですか。うん。あの、略して梅ロケ。おお。ハッシュタグかわいくないですか。汚ねえな。綺麗に描く、綺麗に描く。ロケ、ロケしてみよう。かわいくないですか。いや、かわいいです。それにしましょうか。あれ、なんか腑に落ちてないけど、誰も、誰もなんか、イエーイってなってないまま、これタイトルコール行って盛り上がるかな。盛り上がる、盛り上がる。本当ですか。じゃあ、ロケしてみよう。ロケしちゃおう。ロケってみよう。ロケすると、ロケってみようって可愛くないですか。今っぽいじゃないですか。そうね、ね、それ良くないですか。じゃあ書いてみる。はい、じゃん。梅田彩香のロケってみよう。可愛くないですか。うん、いいじゃないですか。本当、本当いいですか。あ、初めてうなずいた遠藤さん。遠藤さん OK だった。遠藤さん OK 出ました。遠藤さん OK 出ました。 OK ですか。素晴らしい。やった、決まり。イエイ。やった。ゆるい色気やな、好きやな、こういうの。タイトル、はい、めでたく今決まったので。決まりました。はい、タイトル画面として使いたいので、はい、ちょっと本気でちょっと書いてもらっていいですか。そう、わかりました。いろんな色を使ってもらって。これ室内でやるやつやん。これ美術のセンスないんだよな。ちゃんとそれがそのまま使われるので。怖っ。いいですか。はい。ねえ、ペンカスカスじゃないですか。ねえ、ペンカスカスなんですけど、書こうと思ったら。いや、あの太い方なら絶対出るわ。あ、ちょっと出てきた、出てきた、よかった。嘘、カスカスなんですけど。用意したペンが。はい、なんか手作り感あってよくないですか、うん、はい、できました。ありがとうございます。じゃん、梅田彩香のロケってみよう。イエーイ、かわいい。すごい。絵心ない。よかったですね。絵心ない。素晴らしい。大丈夫ですか。はい、こんな感じです。ありがとうございます。じゃあ後ほど。え、大丈夫ですか。大丈夫。びっくりして、咳出ちゃった。恥ずかしいんですけど、なんか。ああ、じゃあ。はい、これじゃあどうしますか。え、どうしましょう。略し方は梅ロケでいいですか。梅ロケかな。梅ロケで、はい、いきます。はい、素晴らしい、いい感じです。今回はここまで。次回をお楽しみに。バイバーイ。